次はいよいよあの男とのシングルマッチかな。出てこない高橋ゆめ。俺が海外遠征に行く前日にお前が帰ってきたら指定対決しようって言ってくれたことをやるに決まってるじゃないですか。練習に、まあ、俺だけついていいです。内藤さんが俺でよかったらプロレスを教えるよと。海外で頑張ったら内藤さんがなかなかトップに立ってくれないんで、内藤さんに簡単に勝っちゃうぞと。ノースイングベルナーブレスを持ち帰るか持ち帰らないか、どうしたらいいと思うって。ノースイングベルナーブレスで発砲、高橋ひろむが電撃加入。内藤さん覚えてますか。最初に挨拶したのは2009年ですね。インターネットのテレビ電話越しに、あ、これが内藤さんか、かっけえなこの人。最初で最後ですね。かっこいいと思ったのは、あの、俺が右って言っても、いや僕は左だと思いますってこう口答えしてくるんですよね。でもですよって絶対言ってくるんですよ。まあ確かに何千回も言いましたね。きっと俺を一番焦らせる存在になるのは高橋ひろむだろうなとずっと思ってたので、中1の頃からですね、もうずっと言い続けてきたんで、これはずっと変わりのない夢ですよ。曲げないっていうのいいっすね。僕もそうだったんで。